ってことで始まりました。今日もはい、今日は12月入ります、ね、12月入ります。12月入って一発目の動画ですね。はい、今月入った入荷の情報と、はい、あと外ねちょっと植物いろいろあるのでその辺もまた見せていこうかなと思います。はい、はい、それでは行ってみましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。せーのはい、お願いします。はい、まずエアプランツ、はい、はい、あの空気中の水分に生きている植物なんですけども、はい、ストリクターのシルバーさんがいっぱい入ってきました、はい、花芽、はい、こうやってね飾ったら可愛いと思う。壁にかけれますね。壁掛けですね。これがマランタのレコーネレモンライムですね。マランタ属の植物になります。ちょっと普段というか普通のマランタのレコーネ裏よりかは明るめの緑っていう感じで、はい、はい、これ希少品種ですね。そうですね、ちょっとお値段するんですけど、はい、ハンティングにしても楽しめますし、はい、垂れるっていうか這うように伸びていくので、うん、ちょっと面白いかなと思う。葉脈が可愛いですよね。確かにすごい綺麗な、はい、感じのちょっと珍しい葉脈ですね。そうですね、大変美しいです。ここにかかってます。はい、あとバーキンちゃんですね。うちの定番の、はい、最近定番になりつつありますけど、今回この白い模様が入った方が入ってきます。綺麗に白い方が強く入ってます。封入りってよく言いますけど、模様ですね。はい、はい、突然変異、ね、こういう子実は好きなんですよ、私、うん、めちゃめちゃ白入るだけでやっぱり綺麗ですね。綺麗ですね。そう、これですね、プリオニアのプリクラ、かわいい。ハンティングにしてもいいですね、この子。かわいくないですか。プラバがそうこんな感じで、はい、置き型もできるし、ハンキングにもできますね。あと、ホマルナメのフレーミングレッド。はい、まさにフレーミングレッドですね、もうこれは。ここの茎がね、赤いのが多分特徴的で、葉っぱはちょっと渋い感じになってます。渋めですね。はい、新芽はちょっと赤くなって、そこからだんだん、そうですね、深い緑になっていくような植物ですね。カバーバチとかしたら多分もっとかっこよくなると思う。はい。はい、うちらの大好きな、はい、カラテヤちゃん。カラテヤちゃん、はい、マウイクイーン。マウイクイーン、以前にね、いろいろカラテヤ紹介したと思うんですけども、今回こういったちょっとね、葉脈がちょっと珍しくないですか。中央からね、ちょっと白く入ってる感じになってて、やっぱりカラテヤ特徴の裏がやっぱり赤色、うん、休眠運動しますよね、うん、この時に葉っぱの裏がよく見えると思うんですけど、うん、この子また入ってきました。はい、またというか 新入荷ですね。この子はうち初めての、うち初めてです、登場になります。あ、入荷剤じゃないんですけど、はい、うちのコーヒー抜き人気シリーズ、おー、また在庫なくなってきたんでまた作りました、はい、あと4つだけしかありませんので、はい、プレゼント用とかでもおすすめです。かわいい。はい、コーヒーの木をコーヒーカップの鉢に植えるという。そうですね。だからストローとかね、うん、マドラーとかピック側にこう刺しても可愛いかなって。ああ、可愛いかも。クリスマスとかやったらそのクリスマスのピック刺して、うん、終わったら正月のピック刺して、うん、終わったらマドラーとストロー刺せばまた可愛く。いろいろカスタムができるわけですね。そう、可愛いですね。はい。次はクッカバラさん。ああ、ここの茎見てほしいんですけど、これね、ヨレドンドロンの特有のこの茎っていうのが、この気根、うん、これがなんといってもかっこいい。確かにこの値上がりが、そうですね、ヨレドンドロン族特有のね。ね、ここに大きいモンスターちゃんがおったんですけど、ちょっと食べちゃっていったんで、ありがたいです。これかっこよくないですかね。葉っぱがね、すごい特徴的、うん、あとこの子たち、ビルゲリアですね、うん、あ、間違えた、ビルベルギア、ビルベルギア。以前紹介したネオレゲリアの
またちょっと違う品種なんですけど、うん、育て方は一緒。一緒ですね。こういった風に花咲くんですよ。はい。今ちょうど花咲いて、はい、咲き始めるところですね。はい。咲き終わったらちょっともうこのままにしてた方がいいかなと思います。はい。でまたちょっと違う品種。これもビルゲリアですね。そうですね。これがなんて品種やっけ？これ何だっけ？シャビーチッ チック。こっちが？こっちがね、アモエナ。アモエナ。アモエナ。でちょっと紫っぽいゼブラ柄が。ゲルダ。ゲルダ。ちょっと黒っぽい紫っぽい感じの、うん。これ渋くないですか？渋くてかっこいい。ね。いいですね。カバー鉢で飾ってたら全然かっこいい。うん、パンキングレモン。パンキングもいいですね。いいですね。これはもうタンクに水を入れるだけです。はい。はい。あとは定番のモンステラじゃん。おう。モンステラいっぱい入れてるんで。いっぱい入りましたね。やっぱ冬も夏も強い。この子いいですよ、ね。うん。育てやすいかも。育てやすい。あと大きいウンデラタちゃんも入りました、ね。あ、再び。再び。つい入れちゃいました、ね。はい。はい。1、2回目ですね。これはエメラルドですね。ディスキディアのエメラルド。以前紹介したあのディスキディアちゃんはおかげさまで、はい、はい、あの売れちゃったんですけど、また2つ入れました。はい、こちらにございます。結構長めのツルを出してる感じですね。長め。この子長いです。とても元気ですね。ちょっと毛が入ってるような感じの柄になってます。で、以前紹介したペリツルさんの風味のものとか、はい、とあとこっちのもうちょっと葉脈がね、ちょっとこういう感じになってるんですけど、またもう一個入ってきました。こんな感じです。はい、結構ハーフムーンまではいかなかったんですねな感じですね。そうですね。ちょっとね、チリフかも。綺麗にちゃんとフも入ってます。入ってます。高級品ですね。はい。で、あとアンスリーのクリスタリナム。クリスタリナム、はい、ちょっとこれも珍しい品種ですね。この子すごいんですよ。葉っぱがちょっとベルベット状で、葉脈がこうキラキラしてるんですよ。ちょっと光に当たったらちょっとシルバーみたいな感じに見えるかな、うん、これちょっと見えないか。見える見える。こういう感じで、これもアンスリウムなんですよ。アンスリウムです。シンメちゃんが展開してます。ホヤのロシータ。ちょっとね、花芽ついてたけどどっか行っちゃったの。どっか行っちゃった。花芽ついてたのにね、どこ行ったんだ。スズランみたいなのちょっとちっちゃい花が咲くからめっちゃ可愛いんですよ。パカーンって咲いてくれます。これかな。これ違った。可愛いですね。こちらもそんなに難しくはないので。一緒ですね、育て方は。はい、はい、はい。で、またカラテアちゃんです。わーい。ビューティースター。ビューティースター、一回うち入れましたね、あのちっちゃい子たち、うん、はい、今回ちょっと大きめのサイズになるんですけども、そこまで大きくないので、まあ卓上サイズですね。そうですね。うちでもすぐ売り切れちゃったんで、また入れちゃいました。はい、こちらはピンクの葉脈がつくような、ちょっと分かりにくいかな。はい、もう少し2個当てたらしっかりピンク色になってくれます。はい、可愛いですね。はい、はい。あと外にいる子ですね。はい、持ってきました。エリカのセシリフローラ、うん、これ花芽ついてるんですけど、外で飾るのもいいですし、まあ、ちょっと2月ぐらいができたら夜とかちょっと室内に入れてもいいかなと思います。はい、あの以前紹介したキノコちゃん、はい、はい、カバー鉢入れたらめっちゃ可愛いです。うん、可愛い。このまま飾れるんで、はい、はい、で実はね、うちユーカリも置いてます。2種類か。こちらのユーカリちゃんと、これ皮ごと入ってるので見てもらったらこんな感じで、ちっちゃいね、葉っぱが特徴の。これはなんて品種なんですか。これはね、ウェブステリアナ。ウェブステリアナ。ユーカリの特有のあの匂いもする。柑橘系の。そう、室内でこうカバー鉢に出て飾ってる方もいらっしゃるんですけど、それも全然ありかなと思います。そうですね、日光大好きなんで、あの日当たりのいい場所で管理してもらったら。はい、こちらカンフォラっていう種類。カンフォラ、カンフォラ、これですね。茎立ちしててしっかりすると思います。さっきよりかはちょっと大きめです。葉っぱ大きめで
茎もしっかりしてるんで、このまま飾れますね。なんか結構ポポラスと似てるとこあるんですけど、ポポラスよりかはちょっと葉っぱがちょっと違います。ちょっと小さめですね、はい、この子もかっこいいです。はい、すごい ここまで匂いする。するピンクのカバーバチもあります。はい、こちら陶器になってます。ピンクとブルーございます。はい、ちょこちょこまたいろいろ庭木もあるので、また見てもらったら。はい、これかわいくないですか。こちらはユーフォルビア、ユーフォルビアのミルクブッシュ、ミルクブッシュミルクブッシュになります。はい、こうやってね、寒暖差で紅葉してくれますね。はい、これ紅葉してるんです。これ一応ポットなってるんで、最近うちで入荷したこのカバーバチ、うん、とかにこれ穴開いてないんですけど、穴開いてないタイプで入れて飾ってもらったら可愛いかなと思う。可愛い、可愛くないですか。インテリアグリーンとしてもすごい大人気のミルクブッシュですね。そうですね、ミルクブッシュ、うん、ホワイトじゃなかった、ミルクブッシュ、ミルクブッシュです。ちょっとね、普段こうやって緑なんですけども、この時期になると真っ赤になってくるんで、ね、はい、真っ赤というかこういうオレンジっぽい。乾燥にも強いし、はい、育てるのもすごい簡単です。おすすめです、ね、はい、はい、で、あとずっと植物の紹介してたと思うんですけども、実は多肉植物のことは寄せ植えもやってまして、最近依頼がちょこちょこありますね。はい、クリスマスの寄せ植えで、はい、はい、これ鉢以前ね紹介したやつですね、はい、こういう風に寄せ植えを楽しんでもらえると思います。はい、植え込んでもいいですし、鉢カバーとしても使えるので、うん、でこっちが家の寄せ植えですね。屋根付きですね、はい、クリスマスバージョンで、はい、可愛くないですか。こういうのも一応参考にしていただければと思うんですけど、一応販売もしているので、はい、はい、ご相談も承ってますので、はい、小さいのから大きいのまで。そうですねで、あと最近作ったのはこちらです。あーらま、かわいいどうしたあと最近はこのガジュマルちゃん、はい、コーヒーカップで作りました。見えます？これあともうすぐ5色ぐらいあるんですけど、うん、これ可愛いです。クリスマスバージョン、はい、コーヒーカップでちょっとした場所にも置けるので、うん、これも今週また販売しようと思っています。可愛い鉢です。こちらの鉢も単品で、あ、買えますね。はい、売ってます。ちょっと下がついてないんですけど、はい、上だけでやってますんで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとね量多かったですけども、紹介させていただきました。はい、結構店内の植物の紹介が多かったと思うんですけども、今日ちょっとだけ外の方ね、うん、紹介させていただきました。結構外も量が多いので、見ていただけるかなと思います。で、先ほどね、コーヒーカップのガジュマルちゃん、今週ガジュマルシリーズいっぱい販売しようと思ってますんで、はい、よろしかったら。可愛いですね、はい、あと寄せ植えもね、うん、クリスマス近いのでいっぱい作りますん であとはお気に入りの鉢とか、寄せ植え作ってほしいとか、うん、ご相談あれば全然対応できますので、はい、気軽にねお伝えしていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、であと、うん、12月18日の友蔵園さんの来店の件ですね。わお、はい、以前からお伝えしてたと思うんですけども、当日、うん、我々韓国内久しぶりに販売そして同時販売やめやん、ほんまにさせていただきます。イエーイ、大変お待たせしました。本当にね、いつもね、いつですかとかね、うん、お問い合わせあったんですけども、うん、なかなかねタイミング合わなかったんですが、今回ちょっとね、うん、当日販売できるようになりまして、はい、そこまで量は多くないんですけども、うん、楽しんでもらえるかなと思います。はい、であとちょっと今回初めて我々のオリジナルリメイク鉢も数量限定でちょっと頑張って描きました。はい、はい、もし興味ある方ね見ていただけたらすごく嬉しい限りでございます。はい、なんかリメイク鉢なんでね、はい、ちょっと
オリジナルな感じでちょっと頑張ってみました。うちのあの円っていうマークをちょっと使って、はい、作らせていただきましたんで、はい、また後日動画ね、上げるときにちょっと見せようかなと思うんですが、うん、頑張って今作ってますんでお楽しみにされてください。よろしくお願いします。はい、それでは以上ですか。以上ですね。はい、はい、でまた12月18日のイベントの詳細はまた後ほど、後ほどというか後日、はい、YouTube の方でも Instagram の方でも詳細を載せてアップしていくのでよかったらチェックしてみてください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、またね。いきなり次の動画です。すいません、ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ありがとうございます。インスタもフォローお願いします。バイバイ。